それでは ICS 加野武史さんでグリッドレイアウトがやってきたフレックスボックスやフロートとの適切な使い分け方法です。よろしくお願いします。はい、ではよろしくお願いいたします。簡単に自己紹介をさせてください。私は株式会社 ICS でインタラクションデザイナーをやっている加野武史と言います。 Twitter の ID はとんこつボーイコムという名前でやっております。普段は温度メディアである ICS メディアや聞いた方で記事を書いています。 JavaScript がとても好きで普段は動きのあるコンテンツを作ることが多いです。で、実案件としてこの左側のパズオクというモバイルゲームアプリや右側のですねパーティクルデベロップという Angular 4と Bootstrap 4を作って使って作られた SPA 等を作っています。で、今回はですねグリッドレイアウトについて学びます。2017年全てのブラウザでグリッドレイアウトが実装されました。対応しました。気になっている方も多いかと思いますので、今日この機会でグリッドについて学んでいきましょう。普段我々がですねウェブ制作をやるときはよくボックスレイアウト、縦並びであったりとか横並びをすることが多いかと思います。例として Apple の公式サイトの例なんですが、ヘッダー部分が横並びしていたりとか、機能説明のサムネイルが横並びしていたりとか、フッター部分の横並びをしています。こういったレイアウトをする場合にこれまで使われてきたのはフロートテーブルであったりとか、フロートであったりとか、ディスプレイインラインであったりとか、こういったことをよく使ってきたかと思います。しかし注目すべきはですね、これらの機能というものはボックスの横並びのためのものではなくて、表組を作るためのものだったりとか、ボックスを浮かして左右に浮かすための左右に動かすためのものであったりとか、ボックスをインライン扱いするためのもの、つまり横並びの目的とした仕様ではなかったということなんですね。このような時代背景を受けてボックスレイアウトのためのフレックスボックスが登場しました。フレックスボックス、この中で使っている方ってどのくらいいらっしゃいますでしょうか。おもう 95% 以上ぐらいは使っていらっしゃいますね。ありがとうございます。で、ボックスの、フレックスボックス、簡単に言うと、横並びや縦並びを、やるための仕様です。ボックスのレイアウトの方向を変えたりとか、大きさを伸縮可能にするためのものです。どういう仕組みでフレックスボックスによるレイアウトが行われるかというと、フレックスボックスにおいてはまず主軸と交差軸という軸を使います。この軸に沿ってどのように中のアイテムが配置されていくのかということを定義していきます。ではどんなことができるのかというと、いくつか紹介します。まずは横方向と縦方向の並びと整列です。例えばこのコンテンツにおいては左側の画像、そして右側のナビゲーションをウィンドウ幅に対して左右に振っています。かつこのメニュー要素に対しては上下中央揃いにしています。こういったレイアウトは、従来フロート等を使うときは、マージンをたくさん書きながら、長いコード量が必要だったんですが、フレックスボックスを使うとですね、短いコード量で実現することが可能です。またアプリのリスト表示でよくあるこういった UI ですね、左右に固定幅の要素があって真ん中だけが可変幅になるような要素、こういったレイアウトをするときもフロートを使うときはですね、ネガティブマージンを使いながら長いコード量が必要だったんですが、フレックスボックスではフレックスグロー、フレックスシュリンクというプロパティがあるので、これを使うことでですね、少ないコード量でこのレイアウトを実現することが可能です。便利です。で、面白い使い方としては上下中央揃いも便利です。こういったボックスをウィンドウに対して上下中央揃いするときも、たった3行のコードでですね、フレックスボックスは実現できます。で、フレックスボックスは2015年に全主要ブラウザで使えるようになりました。サファリの 9.0 がですね、2015年の9月30日に対応したことによって、今ではですね、すべてのブラウザでフレックスボックスを使うことが可能です。IE11 もバグはあるものの、ベンダープレフィックス不要で使うことができます。
で、このように便利なフレックスボックスでなんですけれども、じゃあ全てのボックスレイアウトをフレックスボックスに置き換えればいいかというと、実はそうではない。フレックスボックスは苦手なものがあります。それは複数行のレイアウトです。フレックスボックスは基本的に主軸、一つの軸に向かっての一方向の並びに強いです。なので横方向と縦方向を整列したいようなレイアウトをするときはフレックスボックスは難しいんですね。よくジャスティファイコンテントスペースアラウンド、これは左右均等配置のためのプロパティなんですが、理想的には左のようにですね、最終行が左寄せになってほしいんですが、現実は右側のようにですね、最終行は真ん中に寄ってしまいます。透明なボックスを配置したりとか、フレックススタートや軽く等を使ってですね、やることもできるのですが、非常に煩雑です。またレイアウトのために入れ子が増えるという問題もあります。例えばこのような正配レイアウトというんですけれども、このレイアウトを実現するときに横並びのためにですね、DIVの要素が入れ子が一つ増えてしまうという問題があります。なので縦並びや横並びをたくさん使うようなレイアウトにおいてはですね、 HTML コードがどんどん複雑になってしまい、 HTML の見通しが悪くなってしまうというふうな問題があります。でこのような流れの中でですね、2017年複数行のレイアウトに強いグリッドが登場しました。では CSS グリッドとは一体何なのでしょうか。グリッドを知っている方どのぐらいいらっしゃいますでしょうか。あ、95% ぐらい、ありがとうございます。じゃあグリッドを実案件で使っている方ってどのぐらいいらっしゃいますか。あ、もう1% ぐらいし4、5人ぐらいしか使ってないということですね。はい、ありがとうございます。では、グリッドとは何なのかということについて学びましょう。グリッドとは行と列の方式を使って、ボックスをレイアウトしていく方法です。でフレックスボックスと違って、2方向のレイアウトに強いです。行と列、Excel の行と列と全く一緒の考え方で、横方向が行、縦方向が列となっています。例えばこのようなコンテンツを作ることを考えます。左側に画像があって、真ん中に数字があって、で右側にテキストがあって、右下に3つのサムネイルが並んでいって、一番下にはフッターがあるようなレイアウトをするとき、グリッドではまず、行を定義します。行の大きさはこのぐらいですよということを定義します。その後に、列を定義します。縦方向に線を引いて列を定義します。この行と列を作った後に各アイテムを配置していく、このような仕組みで CSS のグリッドのレイアウトは作っていきます。先ほどフレックスボックスので問題だった均等配置した時の最終行の左揃えもグリッドでは可能です。また正配レイアウトをするときも HTML の入れ子構造が増えることはありません。基本的には親コンテナの直下にグリッドレイアウトでレイアウトしたいアイテムを並べていくだけ、非常に HTML コードがすっきりするというメリットがあります。フレックスボックスとグリッド、どちらも新しいプロパティで違いがよくわからないというふうな声をよく聞きます。覚え方は簡単で、フレックスボックスは1方向に強い、グリッドは2方向に強いということが言えます。じゃあグリッドを使うとどのようなコンテンツができるのか、いくつか実例を見てみましょう。1つ目、こちらはですね、ビューティフルという弊社代表の池田康信がですね作ったウェブサイトです。優秀なフラッシュコンテンツを紹介しているサイトなんですけれども、こちらには CSS のグリッドが採用されています。フレームワークとして Vue.js を使っている SPA、シングルページアプリケーションですね。でシングルページアプリケーションというのは何なのかというと、従来リンクをしてページ遷移というふうなスタイルのウェブサイトではなくて、ページ遷移なしにどんどんコンテンツが展開していく、非同期のデータを持ってきてそのデータを書き換えることによって展開していくような、アプリっぽい、
コンテンツのことを SPA というふうに言います。こちら注目すべきはですね、 IE11 にも対応しているのです。対応しています。まあ、CSS グリッドを使って実際に作られたコンテンツとしては、コンテンツを結構探してはみたんですけれども、弊社代表の池田のコンテンツぐらいしかちょっと私はまだ見つけることができなかったので、もし他にも実例があれば Twitter 等でツイートしていただければと思います。まあ、他にも CSS グリッドを使ったですね、まあ、実験的なコンテンツとしていくつかコードペンから紹介します。まあ、一つ目はこのマカロンの画像ギャラリーですね。こちら余白を埋めるようにですね、このマカロンの画像がどん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 配置されていくものです。余白を埋めるように要素を配置するというのは、フロートや、まあ、ポジショナブスルート等を使うと、まあ、JavaScript を組み合わせながら結構なコード量が必要だったんですが、グリッドは2方向に強いので、空いたところにアイテムを埋めてくださいという命令文があるので、 CSS 一つでこの余白に対する自動配置というものが可能になります。またこれは CSS グリッドを使ったマーベルのポスター風のデザイン、これは紙ではなくてウェブサイトなんです、ウェブコンテンツなんですけれども、これもグリッドを使っています。これの面白いところはクリップパス、画像をですね、自分の好きな形に切り抜くためのプロパティと組み合わせることによって、このようなちょっと斜めの線を区切りつつ、漫画風のレイアウトをすることが可能になっています。またこちらもポスター風のウェブデザインなんですが、これもですね CSS グリッドで作られています。これはちょっとトリッキーなんですけれども、2つのグリッドレイアウトを入れ子にして、片方のグリッドレイアウトだけ 3D 回転させることによって、こうなんか吹き出しみたいな表現をすることが可能になっています。はい、じゃあもう少し技術的にどんなことが実現可能なのかを見ていきましょう。グリッドレイアウトではですね、セルを指定してアイテムを配置することができます。例えばここのセルとここのセルとここのセルにアイテムを配置してください、ここのセルにはこのアイテムを配置してください、ここのセルにはこのアイテムを配置してくださいというふうな指定ができます。また FR という単位を使えば、余白があったときにその余白をいっぱいにコンテンツの幅を広げてくださいというふうな命令もできます。例えばこれは、ある要素は幅だけを固定して高さを、ウィンドウいっぱいに広げたりとか、高さを固定して横幅だけをウィンドウいっぱいに広げたりとか、高さも横幅もウィンドウいっぱいに広げたりとか、そういったことが、できます。また、セル間に間隔を空けることもできます。グリッドギャッププロパティというものを使うとセル間のマージンも空けることができます。フレックスボックスやフロートと違って子供の要素にいちいちマージンをつけるのではなく、親の要素でこの間隔を設定できるということが特徴です。グリッドオートフロープロパティを使うとですね、アイテムの配置方向を変えることができます。基本的にグリッドレイアウトにおいては左上から、特に位置を指定しない場合は左上からアイテムが埋まっていきます。左上から右に向かって、でその行が終わったら次の行へというふうに行くんですけれども、これを左上から下方向に向かって配置していくというふうな、この配置の流れを変えることも可能です。面白いのがですね、このグリッドオートフロートグリッドオートフロープロパティにデンスチを指定するとですね、アイテムをできるだけ敷き詰めるということが可能です。先ほどお伝えした通り、左上から順にアイテムを配置していくので、中に配置するアイテムの大きさによっては余白が空いてしまうんですね。でこの例ではこの、左側の7番と8番のボックスなんですけれども、通常このように余白が空いて配置されるんですが、この伝説値を指定することによって7番と8番が空いたところにインするということが可能になります。これもグリッドならではの機能と言えるでしょう。またアイテム全体を各方向に寄せるということも可能です。
で、2017年はですね、グリッドの元年なんですね。例えば2016年11月4日ちょうど1年前の今日時点、グリッドに対応している正式対応しているブラウザは一つもありませんでした。唯一エッジが部分的に対応していたものの古い仕様にしか対応していませんでした。これが2017年11月4日本日ですね、どうなっているのかというと、はい、全ての主要ブラウザがグリッドに対応しています。なので我々が今手元に持っているブラウザでグリッドレイアウトを実現することが可能なのです。エッジもつい最近10月17日のフォールクリエイターアップデートによって正式版に対応しました。 i11 もベンダープレフィックス付きで部分的に対応しています。なのでグリッドは今すぐ使える、グリッドを学び始めるには本日の CSS ナイトのこのタイミングがベストだというふうに言えるでしょう。ではグリッドをレイアウトをどうやってコーディングしていくのかということについてこれから学んでいきましょう。今回は先ほど冒頭で紹介したようなこのようなレイアウトを作っていきます。これ最近私が拾ってきたウニちゃんという猫なんですけれども、まあ、とても可愛いんですが、はい、このウニちゃんのサイトを作っていきたいと思います。まあ、これをフローでだけとかフレックスボックスだけで作ると、まあ、結構大変なんですけれども、まあ、グリッドを使うとですねシンプルに書けるということをこれから紹介します。まずおさらいです。グリッドを作るときは行を書きます。行の大きさを定義します。その後に縦方向列の大きさを定義します。そして行と列が決まったらアイテムを一つずつ配置していきます。これを HTML コードと CSS コードで実現します。まず HTML コーディングです。親コンテナにコンテナというクラスをつけて、その直下にグリッドで配置したい要素を並べていきます。特に入れ子をする必要がありません。で、左側にその表示結果があるんですけれども、まだ基本的なスタイルを設定しただけでボックスのレイアウトについては特に定義していないので、まあ、全ての要素は縦並びになっていますね。続いて CSS でディスプレイグリッドを設定します。親のコンテナークラスに対してディスプレイグリッドを設定します。こうすることで親コンテナークラスの直下の要素はディスプレイグリッドによるレイアウトが可能になります。まあ、ただアイテムをどこに配置するのかとか行の大きさを設定していないので、まだ要素は縦に並んだままです。では行と列のサイズを定義していきます。まず行のサイズを定義します。行のサイズはグリッドテンプレートローズというプロパティを使って定義します。今回はこのような大きさにします。 1FR 220ピクセル、30ピクセルというふうに設定します。で、1番目の行間の大きさを 1FR、 2番目を220ピクセル、3番目を30ピクセルという固定サイズにします。で、 FR というのは何なのかというと、これは余白がある場合にその余白を埋めるようにコンテンツを伸ばしてくださいというふうな命令です。なので このような定義をしたときに、まず下の220ピクセルと30ピクセルという行のサイズが固定確保されます。その後に余った部分をこの 1FR で定義した部分が埋めていくことになります。これを CSS で書くとこのような書き方になります。 1FR 220ピクセル、30ピクセルと、まあ、上から順に定義していくことでこの行のサイズを定義することが可能です。で、同じようにですね、列のサイズを定義していきます。こちらグリッドテンプレートカナンズというプロパティを使います。こちらは50%、160ピクセル、1FR というふうな指定をしましょう。
で、先ほどのテンプレートローズと同じように、このような3つ展示していきます。まあ、左側から 50%、160ピクセル、 1FR というふうに展示していきます。で、まあ、FR についてはちょっとすいません、ここは飛ばさせていただきます、はい。 ではこの行と列を今定義が終わったんですが、果たして私が意図した通りにちゃんと行と列が定義されているのかということが気になるかと思います。行と列のサイズを定義してもコンテンツ上の見た目は変わらないので、別にラインが引かれるわけでもないので、ちゃんと自分が意図した通りにこの格子が引かれているのかをチェックしたいと思います。これは Chrome や Firefox の開発、Chrome の開発者ツールや Firefox のデベロッパーツールを使用すると可能です。このようにですね、ちょっと見えにくいかもしれないんですが、Chrome の開発者ツールを、開発者ツールを使うと、どのようにですね、ラインが引かれているのかということを確認することが可能です。まあ、私もなかなかこのグリッドに慣れないうちはですね、この開発者ツールのこのラインを書く機能を使って、ちゃんとこんな風に定義されているなっていうことを確認しながら覚えていきました。Firefox でも同じことができます。はい、で、行と列が意図通りに定義されたので、今度はアイテムの配置場所を決めていきましょう。行と列を定義したので、そこにアイテムをこのように並べていくわけなんですけれども、じゃあどの位置にアイテムを配置するのかということを指定する必要があると思います。じゃあアイテムの位置をどうやって指定するのか。それは行と列の番号を使うんですね。グリッドで行と列の定義をしたときに、行であれば上から1番目、2番目、3番目、4番目という数字が付与されます。同じように列に関しても左側から1番目、2番目、3番目、4番目というふうに番号が定義されます。もしこの行と列の数字が増えると、当然5番目、6番目というものも出てくるんですが、今回はですね、この4番目、それぞれ4番目だけ定義されています。じゃあメインビジュアルを配置していきましょう。メインビジュアルは行の1番目から3番目、そして列の1番目から2番目に配置します。グリッドロースタート、グリッドローエンド、これを使うことで行の開始位置、終了位置を定義することができます。グリッドカラムスタート、グリッドカラムエンドを使うことで列の開始位置と終了位置を指定することができます。ちなみにこの行と列の配置位置についてはまとめて定義することも可能です。これを全ての要素に対して行うことで目的のレイアウトができました。最後にこの右下のサムネイル部分をレイアウトしていきます。ここはフレックスボックスで対応します。なぜかというと、ここの部分までですね、グリッドで定義することも可能なんですが、あまりにもこの細かい部分までグリッドの定義をしてしまうとですね、全体のレイアウトに影響が出てしまうので、行と列がとても多くなってしまうんですね。また、なので、できるだけグリッドは大枠の大部分のレイアウトをすることに注力して、細かい部分の1列の要素のレイアウトなどはこれまで通りフレックスボックスを使うのが望ましいと言います。こうすることでより自分の意図したレイアウトを素早く作ることができるでしょう。また番号ではなくてですね、エリア名を指定しての配置も可能です。先ほどは数字を使ってアイテムを配置していったんですが、おのおのですね、名前、各エリアにですね、名前をつけて要素を配置していくこともできます。このセルからこのセルまではこの名前ですよ、このセルはこの名前ですよというふうなのをつけて、各要素に対してグリッドエリアプロパティを使って配置位置のエリア名を指定することも可能です。どちらを使っても良いです。はい、でここまでやってですね、気になるのはあえてどうするのかということが気になるのではないかと思います。
まず IE の現状について、おさらいしましょう。今ですね、IE はですね、マイクロソフトのサポートポリシーによって、各 OS の最新版のみサポートされる状況になっています。今年の4月にですね、Windows Vista の IE 級のサポートも切れたことによって、まあ、実質我々が、対応すべきブラウザで、マイクロソフトが公式にサポートしているのは IE11 以上という状況になっています。まあ、Windows サーバーはちょっと覗くんですが、で、IE11 以上と我々はこれから戦っていかなければいけないんですが、まあ、シェアが少なかったら対応しなくてもいいじゃないかというふうに思うかもしれません。まあ、世界でのシェアは確かに 3% と少ないんですが、まあ、日本でのシェアはまだ 16% もあるんですね。で、IE11 のサポートはどこまで続くかというと、2025年の10月まで。まあ、我々この2025年の10月まで IE11 との戦いを続けていかなければいけないということです。じゃあグリッドの採用を諦めるのかというとそうではありません。IE11 でもですね、グリッドは部分的に対応しています。なので先ほど作ったようなコンテンツであれば IE11 でも対応しつつグリッドによるレイアウトをすることが可能になります。まずモダンブラウザではですね、先ほど CSS のディスプレイグリッドの設定はディスプレイグリッドというふうにしました。IE11 ではですね、ベンダープレフィックス MS を付けて MS グリッドと設定することでグリッドの宣言ができます。はい、で行のサイズ、列のサイズの定義なんですが、モダンブラウザではテンプレートパラメーターやテンプレートローズを使って定義していました。こちらも、IE11 では名前が変わってですね、MS グリッドパラメーター、MS グリッドローズというふうに書けばできます。まあ、ここまでは名前の書き換えをやれば OK なので、まあ、特に問題はないでしょう。問題は、アイテムの位置の配置指定方法なんですね。モダンブラウザではどのラインからどのラインまで、アイテムを配置するかということを指定しました。 IE11 ではこのプロパティが使えません。どうやるのかというと、どのラインから何ライン分、そのアイテムが続くかということを指定します。でグリッドローが行の開始のプロパティなんです。 MS グリッドローが行の開始のプロパティなんですが、その後に、MS グリッドロースパンというふうに書くことによって、1本目のラインから2行分アイテムの領域を続けてくださいというふうな指定をすることで、IE11 でもグリッドが使えるようになります。先ほどのレイアウトをですね、IE11 で対応したところ、このように無事に意図通りの表示結果が得られました。まあ、ただ、この MS を手動で書いたりとか、名前を書き換えたりとか、そういったことを CSS コードで書いていくのは難しいので、実案件では SAS やオートプレフィクサーを使って対応していくと楽でしょう。でこのあたりのですね、対応方法については、キータにですね、弊社代表池田が書いていたりとか、私の方もですね、オートプリフィクサーの設定方法についても書いておりますので、まあ、こちらを参照していただければ、IE11 でも使えます。つまり、特徴をつかめば、IE11 でもグリッドレイアウトは可能であることが言えます。では、フロートやフレックスボックスやグリッド、各々のレイアウトをどのように使い分けるべきなんでしょうか。フロートが得意なものは、まあ、皆さん当然これまで使ってきてよく存じていると思うんですけれども、まあ、テキストの回り込みなんですね。テキストの回り込みは当然フレックスボックスやグリッドで代用することはできません。なので、テキストの回り込みをしたいときはフロートプロパティを使うのが良いでしょう。フレックスボックスが得意なものはですね、ボックスの 横並びや縦並び、そして余白に応じて伸ばしたり縮めたり、そういったことが得意です。で、苦手なものは複数行のレイアウトです。使いどころとしては、ナビゲーションであったりとか、1行で収まるボックスレイアウトをするところに使うのが良いでしょう。グリッドが得意なのは、行と列を用いた2次元のレイアウト、まあ、簡単に言うと複数行のレイアウトが得意です。
なので先ほどの例であったようにヘッダーの位置を決めたりとかナビゲーションの位置を決めたりとかこういった大枠のレイアウトにグリッドを使うと、手軽にやることができます。逆に細かい部分まであまりにも小さいところまで先ほど3つのサムネイルを並べてたところまでグリッドで定義してしまうとあまりにもこのセルの数、行列の数が多くなりすぎてここの番号には何を指定しなきゃいけないのどうかがかなり複雑になってしまうので、まあ、細かい部分について細かい部分のレイアウトにはあまり向いていないというふうに言えます。なので使いどころとしてはページ全体枠のレイアウトであったりとか2行以上のボックスレイアウトに使うのが良いでしょう。あとです。で用途別のレイアウトの使い分けはこのようになっています。テキストの回り込みはフロート。1行の横並び、縦並びについてはフレックスボックス。で格子状のレイアウトやページ全体のレイアウトについてはグリッドというふうに使い分けるのが良いでしょう。まとめです。グリッドは行途列を使った2次元のレイアウト方法。2017年は全主要ブラウザが正式対応したグリッドの元年です。グリッドの書き方は行途列を定義した後アイテムの位置を指定してレイアウトしていきます。癖はあるものの IE11 でも基本的なグリッドのレイアウトはすることができます。使い分け方法としてはグリッドは大枠、フレックスボックスは1行で、フロートはテキストの回り込みというふうに使い分けるのが良いでしょう。ぜひ、今日からグリッドを使っていきましょう。質問等があればですね、メールやツイッターで、気軽に連絡していただければと思います。それではご清聴ありがとうございました。